はい、ではどうぞ。フリークアウトの平田です、今日はタイトルで釣られたというあのファールでお姉さんを救った話、ファールセーブデュアルレディをやります。今議場で実はレポートやってまして、この LP 私書く担当になってるんでちょっと書かせてください。これ書かないとちょっと後で困るんで。私のセッションでしたということで、ちょっと時間なくなるんで続きはこの後。はい、絶好のでやってた時間なくなるんですよね。で本題です、ちょっと最近ネット見たら噂聞きまして、ちょっとお姉さんが一人困ってる方がいらっしゃると。どのお姉さんかというと、このお姉さん、なんか問題が解けなくて困ってるらしいと。で問題はなんかこんな問題なんですけど、左上の S から右下の G まで、同じところを二度通らずにパターンが何通りあるかと。これ12通りしかないんで、なんか問題めちゃくちゃ簡単ですよねという話なんですけど、実はこれ組み合わせ爆発が起こりますと。で例えば 10×10 のマスをやると、25万年か、25万年かかってしまうということで、お姉さんがどうでも生きてられませんと。いうことで、それでもね、私はみんなに組み合わせ爆発の凄さを教えたいの、止めないで、ティーチャー。ということで、お姉さんの年も助けたいということで、我々フリークアウトは今回ステッカーを配ってるんですけども、ご準備成功は誰ということで、高速化してやればお姉さんは助かるはずだということで、パールでこのロジックを高速化してお姉さんを助けました。でどうやるかっていうと、 ZBDD っていうここからすごい真面目な話の後聞き流してください。ZBDD ってカウンティングが速くなるようなそういうツリー構造を考えてあげて、グヌ先生がシムバスでアルゴリズムを考えたんで、それをパールに実装してみました。で、例えば 9×9 のマス、お姉さんは6年間かかって数えたんですが、パールスクリプト、これGitHub に上げてるんですが、これ 9×9 のマスを00から99まで1通りをソルブしてカウントしなさいというのをやると、こういう結果出まして、なんと115秒で出てしまうと。数がわかんない。163万倍ですね。163万倍の高速化になりました。で、一応簡単にどういうアルゴリズムかと言いますと、これ S から G 普通数えるときに右行ったり下行ったりとかこう順番に数えると思うんですけど、このアルゴリズムちょっと特殊で、辺が7つあるそれぞれの辺であるかないかっていうパターンで2の7乗通りを全部列挙すると。で、その中で道が S から G まで続いているのはどれですかと。で、この例だと2つしかない。で、これ極めて非効率に見えるんですけど、実はめちゃめちゃ効率的で、まず辺にこういうふうに1、2、3、4、5っていうふうに番号振ってやります。で、ここでバイナリーディシジョンデュアルダイアグラムっていうのを考えてあげて、上から順番にそれぞれの辺があるかないかをツリー上に並べて7段重ねてあげる。で、実線だと、あるありで、点線だとなしなんで、例えばこの黄色い、線の通りだと1が点線なんでなしで、2と3が実線なんでありなので、左に出してる四角のような、2と3だけが入っているような図を表すことになると。で、これだけだと組み合わせ爆発してしまうんで、枝切りをやっていきます。で、例えば2つの道が交わっているとか、もうこれ以上つないでも道がつながりませんよっていうところは切る。この赤いバスのところにしています。で、あとこれだけじゃなくて、状態2つを共有するってことをやります。で、どういうふうにやるかっていうと、それぞれの、頂点ですね、頂点がどういうふうにつながっているかっていう情報を追っかけてあげて、それが全く同じだったらそれから先は計算しても同じ結果になりますよということを使うと。例えばこれ1から4の辺まで決まった状態なんですけど、左の図も右の図も X から Y までつながってますということで、この先はどっちも計算したら同じ結果になるので、ここは共有するというふうにやるとこうなります。で、5番目のところ残ってくるのは2個しかない。で、本当は5段目なんで、それぞれの辺あるなしで2の5乗で16パターンのはもう2パターンしかなくなっていると。これはものすごいコンプレッションです。布団圧縮袋というちょっと外部の方は知らないかもしれないですけど。で、これで不可思議も怖くないですね。一不可思議ではちょっと数えられないんですけど、こんなことみたいですね。はい、ということでまとめです。パールはもう積極的に女性を助けていってください。で、私も北海道ビームで結婚した人間なんで、そういうことで結婚できますと。で、あとは組み合わせ爆発は恐ろしいんで、適切なアルゴリズムを選ぶことは重要ですということです。で、一応実はここの GitHub のところに上げてまして、で、もう一個ちょっと上げている URL が、フラッシュでこれを作った人がいて、めちゃめちゃこれ面白いんで、興味ある方見てみてください。実際に動いてどういうアルゴリズムかを見ることができます。以上、ありがとうございました。